サポーターの皆さん、いつも応援ありがとうございます。ルビックス新潟の島瀬潤です。甲府戦はチームとして非常に悔しい結果になってしまいましたが、本当に最後まで皆さんの後押しで戦うことができて、まあ、なんとか勝ち点1を次につなげていく、そういう試合になったかなと思います。まあ、個人としてももっともっといいプレーしたかったですし、まあ、得点に絡むことをもっとこだわってやっていきたいと思うので、また頑張っていきたいと思ってます。次のホームゲームは今週末9月28日午後2時から天下ビッグスワンで水戸ホーリーオークと対戦します。みんなの健活プロジェクトデーとして、明治安田生命、J リーグウォーキングなどスポーツの秋らしいイベントがたくさんあります。バスケット新潟アルビレックス DB、 陸上のアルビレックスランニングクラブの皆さんもご来場されますので、ぜひご来場ください。